ハンドルキーパーとは飲み会などで飲食店や居酒屋へ行った時にキロで車を運転するため酒を飲まない人のことである。全日本交通安全協会では飲酒運転の根絶を求める声が全国的に高まっていることから警察や官邸機関の協力を得て2006年10月27日から飲酒運転追放のための新たな運動としてハンドルキーパー運動を実施している。 ハンドルキーパー運動は、自動車で飲食店に来て飲酒する場合、仲間同士や飲食店の協力を得て飲まない人を決め、その人は酒を飲まず、仲間を自宅まで送り、飲酒運転事故を防止する運動である。ハンドルキーパーとしたのは、酒を飲まない人が大事な自動車のハンドルを握り、飲酒運転を防ぐことによって、人の命を守るという意味を込めている。 全日本交通安全協会では、ハンドルキーパー運動を国民運動として定着化させることを目指し、中央レベルでは、運転者側の団体の JAF、種類を提供する側の団体の JF などに協力を要請し、全安協と JAF、JF の3社が、ハンドルキーパー運動の推進母体として、ポスター、チラシ等を作成するなど、 ハンドルキーパー運動の周知徹底のための広報、飲食関係、自動車団体、安堪企業等の関係機関、団体への参加呼びかけハンドルキーパー運動を効果的に推進するためのアイテムの企画制作などを推進することとしている。ハンドルキーパー運動の名称やロゴを用いたポスターやチラシなどを活用し、積極的な広報を展開することにより、 ハンドルキーパー運動の趣旨を国民に周知するとともに、運転者関係団体などへの参加の呼びかけや種類を提供する店側に対して協力依頼を行うことを中心に実施している。また、全国的にハンドルキーパー運動を国民運動として定着化させるため、全日本交通安全協会では、都道府県交通安全協会、安全運転管理者協議会や、 都道府県警察などと連携して、等の関係機関、団体に対して、次の働きかけを強力に推進している。運転者関係団体などに対しては、ハンドルキーパー運動への参加を呼びかける。種類を提供する店舗に対しては、次のことを協力依頼する。他の多くの例に漏れず、ハンドルキーパーも和製英語であり、英語圏では通じない言葉である。同様の、 キロで車を運転するため酒を飲まない人のことを、英語ではデジグネーテッドドライバー、指定運転者と呼ぶ。自動車のハンドルそのものが英語ではステアリングホイールであり、ハンドルとは呼ばれない。逆に、ドアノブやコーヒーカップの耳、カバンなどの取っ手、荷車の手すりなどがハンドルと呼ばれ、ネットや無線での通称名のこともハンドルであり、動物の飼育、調教、 指示をする人をハンドラーと呼ぶ。また、取り扱い注意を、ハンドルウィーズケアというように、ハンドルは様々な場面で、取り扱いあるいは、取って、握りで、持ち手などの意味で使われ、英語圏でハンドルキーパーというと、何のハンドルをキープする人なのか聞いた相手には、想像もつかないので注意。ありがとうございます。